ゴーカーチャンネル。はい、ホンダの N1、いろいろ計測していきましょう。まずドアを目いっぱい開けますと、ここが目いっぱい開いたところですね。ストッパー箇所は1箇所目がここ、2箇所目がここで閉まります。この今もうね、冬で夕暮れの時にこの黄色すごく綺麗なカラーですけれども、なかなかいいんじゃないかなというふうに思います。ではシートの高さを測ってみましょう。今私のポジションに合わせてあります。真ん中ぐらいかな、地面から56センチぐらいですね。乗り降りしてみましょう。こう極めて乗り降りしやすいで、 A ピラーがこれぐらい立っていて、フロントルーフもかなりこう前の方に来てるもんですから、非常にこう乗り降りしやすいですね。では今度一番ちょっと下げてみましょうか。これが一番低いところ、一番低いところで、まあスポーティーに乗りたいという方は低い方がいいかもしれませんが、54センチぐらいですね。じゃあ今度一番上げてみましょう。一番上げると結構上がるのかな。ここが一番上げたところですね。あ、60センチまで上がりました。まあこうなるとちょっと私のような体型の人だとちょっと乗り降りしにくいかもしれませんが、一回やってみましょう。あ、そうでもないですね。前高がやっぱ1545あるということで、割と高いもんですから、お尻の移動量も少ないですし、中に乗っても頭上に拳が縦に1個はちょっと厳しいですが、まあ1個弱入るような感じです。で、まあこの車でちょっと一つ不満だったのが、ステアリングがチルトだけなんですね。テレスコピックがなくて、でこのチルトもなんかバネ仕掛けがついていてほしいんですが、バネ仕掛けがついているとこう常に上に上がっている状態で、下にしてその反力で止めるというようなところなんですが、これ下に落ちちゃうもんですから、こう微調整がちょっとしにくいんですね。で私のさっき、合わせていたポジションだと、もうちょっとこうステアリングを手前にしたかったんですが、テレスコがついてないのでちょっとそこがね、もったいないなと。確かホンダの K でも N ワゴンだったか何かはテレスコピックついてたと思うんですけどね、それがついてくればよりいいのになというふうには思いますけれども、まあそんなところです。では後席を見ていきましょう。はい、では N1 の後席を見ていきましょう。ドアを目いっぱい開けると、あ、90度近く開きますね。かなりの角度開きますね。ストッパー箇所は1箇所目がここ、2箇所目がここで閉まりますね。いや、これぐらいドアが開くと、まあね、まあでも幅が狭いからわりかし角度は開くかもしれませんが、シートの位置を見てみましょう。地面から62センチ、あ、いい高さですね。乗り降りしやすそうな高さ、ちょっとやってみましょう。乗ります。あ、いいですね。ヘッドレストはちょっと立てますが、本当にこの空間作りはうまいもんですね。ただまあ乗るときにちょっとこの角が潰れやすい感じがするので、ちょっとこう乗るときにですね、なんか滑り落ちるかなって感じが一瞬しますけれど、まあまあ問題ないです。で、燃料タンクを前席の前に持ってったということで、で膝回り具が前席私のポジションに合わせてあります。15センチですよ。15センチも膝回り空いてるんですよ。下手なコンパクトカーやセダンよりもずっと広いというようなところで、頭上の空間も手のひらまあ1枚ぐらいですね、入ります。いやー、このあたりは関心ですね。で、アシストグリップもちゃんと、これドライバー席もついてまして、4つついていて、さらにこうふわっとこう閉まるタイプのもので、こういうところもなかなかですし、まあ軽自動車なので5人は乗れないんですが、4人でも真ん中のトンネルがないもんですからね、左右動こうと思っても足が引っかかったりしないというのはいいところで、パッケージングうまいな、やっぱこのホンダの車っていうのはね。なんかまあ N1 先代のモデルからもよくできてるなとは思ってましたけれども、改めて見るといろんなとこよく考えられてますね。で、よく考えられてるのは他にもありまして、これはまあフィットでもやりましたけれども、センタータンクレイアウトなもんですから、シートがこういうふうにこう立てられるんですね。そうするとここの高さが使えるということで、
ここの高さを測ってみましょう。床から天井までの高さがだいたいですね、1メーター15センチ強ありますから、ちょっとしたお子さんだったらば中で立てちゃうという、こんな車で、こんなね、そんなむちゃくちゃ背の高い車じゃないのに、っていうのはすごく便利ですし、なんかよく載ってるのは観葉植物かなんかを載せても大丈夫というようなことが書いてありましたけども、こういう使い勝手はよく考えられてますね。まあセンターのアームレストはないんですけれども、まあこっちのアームレストちょっとやってね、やりましょうか。まあアームレストありますが、まあこの辺りはいかにもちょっと軽自動車っぽくて、硬質の、音聞いていただいても分かる通り硬質のプラスチックなので、あまりこう触って、高級だなという感じはしませんけれども、まあまあまあよしとしましょうか。あんまり細かいこと言いすぎるとあれですので、ね、はい、ではトランクルームを見ていきましょう。はい、ホンダの N1、トランクルームを見ていこうと思うんですが、なかなかこの車面白くて、ホンダの車結構多いんですが、オープナーが若干右側に、真ん中じゃなくて右側についています。で、それが分かりやすいように、ここにこう、凹みが入っているのが、まあ、他の車でもそうなんですけれども、こう、開ける感じになります。ただ、これがですね、どれぐらい、バンパーのところに合わせて何歩ぐらい下がればいいかっていうのを見てみましょう。一歩下がっただけでは開かないんですね。二歩下がってやっと開くということで、ちょっとね、こういうところが、日本の車とヨーロッパの車でちょっと違うなと思うところなんですが、もうちょっとね、後ろに下がらなくてもうまく開けられるような形になっていればいいなと思うんですけれども、ちょっとそれには欠けるかな。まあ、もっともこの車全長が短いですからね、そんな苦労することはないのかもしれませんけれども。まあ、いろんなところ測っていきましょう。感心するのはこの床の低いことです。地面から、56センチ。ね、低いですね。物を持ち上げるのすごく楽だと思います。で、まあ空間自体は軽自動車ですからそんなに広くはありませんけれども、割とスクエアで使いやすそうです。入り口、まあ狭いところでだいたい80センチはないですね。78センチか77センチぐらいです。中の広いところは88センチぐらいですね。で、それも同じ幅と思ってください。で、奥行きですが、奥行きはそうですね。まあ50センチ弱。ちょうどこのキャッチャーのところがありますから50センチは乗らなさそうですね。48センチぐらいと、思っておいていただくのがいいと思います。高さはやっぱありますよ。低い床だけあって。89センチぐらいあります。で、まあもちろん鉱石を倒すことはできるんですが、鉱石はもうこれ簡単で、これでもうフラットになるんですね。さっきのダイブダウンが、できると、ごめんなさい。燃料タンクがないもんですからダイブダウンできるんですね。まあ、両方倒しちゃいましょうか。こうすればこう丸々こう使えるんですね。フラットになる。で、こうなるとどれぐらいのものが乗るかっていうと、前席は私のポジションに合わせていて1メーター35センチぐらいのものは乗りそうだなというふうに思ってください。このやっぱ空間の使い方はうまいですね。あのフィットの軽自動車版というような感じさえしますね。で、そうそう、買い物カゴを見ていただくの忘れてましたが、ちょうど買い物カゴが横に、まあ、1個と縦には、まあ、縦にはちょっと無理です。蓋ができませんね。やっぱ横に1個入るぐらいかなというふうに思ってください。で、これはあの、トノカバーがないんですが、トノカバーはなくてもいいのかな？あ、でもちょっとやっぱ見えちゃいますね。ひょっとしたらちょっとオプションであるのかもしれませんけれども、ちょっとここから見えちゃうので、あ、まあ大事なものを置いておくとちょっと外から見えちゃうのがちょっと気になるなっていう気はちょっといたしますね。このハッチの高さを見ておきましょう。こう手のところまでちょっと大体と思ってくださいよ。これ、1メート80ぐらいの距離と思ってください。地面からで、これがまあいつも言うんですけれども、こっち側からこう締めたいなと思って締めれなくて、これ手を汚さなきゃダメですね。こっちからしかこう締めることができないというのは、ちょっとこれもね、そろそろホンダの車両をつけてくれないかなと思ってるんですけど、この車残念ながらなっていません。ここまでいろいろ細かいところよくできてるんだから、こういう細かいところにですね気を配ってもらうとより嬉しいなというふうに思います。この下は、あ、この下また深い入れ物がありますね。ここにいろいろ N1 の細かい案内が入ってますけれども、ここも空間がありますね。で、これがこう引っ掛けることができるのかな。これはどこに引っ掛けるのかな。引っ掛けるとこはないんですが、どこに引っ掛けるんだろう。あ、ここに引っ掛けるんですね。ヘッドレストのとこ引っ掛けるんですね。こういう感じにして、置くことができます。
パンクの修理キットが入ってますけど、その下にこれぐらい、いろいろ空間があるというのはいいところですね。測りましょうか。まあちょっと測りにくいな。奥行きがだいたい40センチ、幅でだいたい、そうですね、63、4センチと お考えください。うん、これも使えばかなりのうまい空間の使い方ができそうな感じがいたしますね。こんな小さい車なのに本当収納箇所はいろいろあって、そういうところは感心させられました。そうそう、リアのね、このテールの光り方もね、なかなか面白いんですよ。これ今つきましたかね。テールランプがこういう光り方をします。で、ターニングシグナルがこういう光り方するんですね。ね、 LED でね、こういうところはなかなか、凝っていて一つ面白いかなというふうに思いました。フロントもあのヘッドライトの、デイライトの部分がターニングシグナルになるという特徴がある機体です。では続いて操作編を見ていきましょう。